お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね世界一度やっていきたいと思います。で現在世界11位ですね。まあここから世界一を目指すんですけども、まあ1位とまあ80ぐらいかな、はい、しか離れてないので、全然ねもういける圏内だと思います。で昨日かな、普通にプライベートというか、まあ、夜なんかこう配信しながら世界一を目指す配信やってて、2回ぐらいね勝てば世界一っていうシーンがあったんですよ。そう、勝てば世界一っていうシーンが2回あったのに、2回とも負けて世界一いけないっていうね、残念なね惜しい配信をしてたんですけども、ぜひねこれからもまあ3月は結構ね多めにそのガチマルチ配信とかもやろうと思うので、そのミルダムってアプリでね配信してるので、一応概要欄に多分あると思います、はい、配信僕のねマルチほぼ毎日生放送してるよっていうミリダムのアカウントのリンクあるので、ぜひそちらからね、まあ、フォローするなり、夜ねそちらで配信してるので、まあ、よければねはい見に来てください。昨日のあの世界一行けなかった行けなかった配信のアーカイブも多分残ってると思うので、まあ、よければね見てみてください。というわけで世界一行きたいですね。何回なんか1回ぐらいは多分ねこの流れだと行けると思うんですよ。はい、で昨日もねなんか試合、この試合勝ったなとか言ってて、世界一、いや、いけるな、勝ったとか言ってたら負けるみたいなことが多かったので、ちょっとね、僕多分余裕ぶっこくと負けちゃうタイプなんですよ。だから、やばい負けると思いながらも、戦えればいけるんじゃね説があります。よろしく。さあ、何のデッキでしょうか。相手は、まあ、ラバとスパーキーだけ僕マジでね、苦手だし勝てないしって感じかな。それ以外は基本的には勝っていきたい。相手何も出してこねえな。なんかウォールブレーカーとかやりゴブとかを端前からねどんどん投げていくデッキなんですけど、2枚ともねウッドもねなんもねえやんけ。さあキョスケいやマジでちょっと射抜いていいかな。ちょっと待って、射抜きたすぎるな。射抜いちゃおうかな。犬一丁やばいか。さては気づいたけどやばい気がするけど、まあ、ボム置いてボムで何でも耐える。オッケー、ボムで全て耐えちゃえ。待ってやばい、待って、キョスケが入ってる。バカ、何してんの俺、何してんのバカ。トルネせめて使えよ俺。自分でも思うけど何してんの。やばい。いやでもこれはどすこいでけー。いやまあ今日スケがね寝ぼけてるんですよね。あの今日初マルチなんですよ。そう、今日本日初マルチで、動画撮影前にねちょっとアップぐらいしとけばよかったんですけど、まあアップも何もせずって感じで、ちょっとねもったいない。ああめっちゃいい今日スケ、さすがにそれは良すぎん。ディガ裏にしとけばよかったな。でこれは射抜けないですね。で相手がクエイクかファイブか分かんないのがちょっと辛いかな。まあ。マジアチャと、さあ、ボム、あ、ファイボか。ファイボなら、このボムを突破されないので、僕は。よしよし。ウッドぐらいで。痛いよ。いや、これでも、噛み合いしようっすね。ぶっちゃけ。僕、負ける理由がないっすね。って言うとよく負けるんだよな。本当にさっきのすぐフラグ回収する。よし、いやこれ打ってもよかったかな。まあ打ってもいい気がするけど、さあで相手は結構ファイブをねマジアチャに打ってきてる。よしよし、いやこれは美味しい。来た、ウッドで来た。で、まあ、ハンターがどこに来る？ファイブ防衛。いやー、ないとかぶっ刺され。来た。入る。あれ、犬来てえな。犬来てえけど、トリトン。あ、なんか変なとこ出てきた、トリトン。よし。いや、これいけるな。これ余裕じゃない？よいしょ。最低は？いや、余裕とか言ってるとちょっとやばい。まあ、D が入る。やりゴブに打たせて、よしよしよし。で、LSP タルババかな。間に合わないんじゃない？あー、間に合わなかったね。よし。
まずはね、一緒、あー、18か。ケチだな。今日はちょっとケチなんですね。よし。で、まあ、これで、まあ、言うて9位か。よし。次勝てば、まあ、67一応今季行ってるんですよ。67行って落ちたんですけど、次勝てば一応67多分復帰できそう。よし。いや、いけるぞ。あと3勝で。世界一。レッツゴー。来た。うっ、トロ高え。え、6666やん。ドンマイじゃん、それ。来た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 。不吉な数字、6666。うわ、新鋭隊。新鋭隊。こっち誰だな。ボム置きたいんですけど、ホバーがすぐ来そうなんで。わかんない。新鋭隊ローフグのテンプレか、僕なんも知らない変なデッキか。これでもバルーン。バルーン来た。え、これ近畿道で終わりじゃん。買ってくれ。待って、買ってくれ。言ったらダメ。ほんと言ったらダメ、俺。言うな。え、買った買った買った。え、グッドゲームじゃん、これ。え、ちょっと待って。買ってくれ、さすがに。これ負けないっしょ。新鋭隊、ザッピー、バルーン。しかも、近畿道しちゃった。え、これグッドゲームじゃないですか。ちょっと、チュッチュしとこう。どうやったら負けられるんだろう、こっから。教えてほしいな、俺に。負け方を。あー、ちょっと待って、ボブが。やばいやばい。冗談抜きでやばい。え、待って、今、バルーンいたよな、相手。どんなデッキやねん。ちょっと待って待って。やばいやばい。負けれる。全然負けれる。なんなら、これ、ボムのバカに入れてからのウォールブレイカー。いや、いいね。からのマジアチでも射抜いちゃう。いいね。生き生きしてますね、今日僕のプレイ。いいね。しかもこれ、ハンター2発だとマジアチ死なないんですよね。この、射抜かしてくれるハンター。優しいね。よし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 。これ来たっしょ。いや、でも、まあ、バルーンにトルネー立ってですよね。で、ロイフが最悪、ボムもトルネも出せなくても、なんか、近畿道してるんで、やりゴブウッドとかで、ぶちけ耐えれる。まあ、血神炎隊からの、ロイフグバルーン、それを守れるかどうか。で、相手、あれがおったんですよね。ベビーディーラ。ベビーディーラだけ気をつけたいのと、まあ、バルーンがもしかしたらルート強制してくると釣れない。ああ、それが嫌なんですよね。よしよし。いや、このね、ザップ系もあったっけ、相手。一応これはトルネ使っていいよな。フリーズとかがもしかしたらあるのかななんて思いつつ、まあ僕一応回転が速いから、これでもボムが回るのは強い。ロイフが来ても全然痛くない。おい。あ、待って、ボムの位置。ボムの位置がすごい独特。あー、いい血神兵隊だな。あ、でもこの、僕のたまたま低めに置いたボムタワー残る説ない、これ。低めに置いたっていうかもう、組になっちゃっただけなんですけどね。あー、ファイバルか。一応こっちちょっと攻めて、ウォールブレイカーで耐えることだけ考えて、インドラっすね。僕の負け筋マジでこのインドラだけなんで、インドラ来なければ僕負けないっすね。やばい。待って、待って。負ける、負ける、インドラ、インドラ。待って。やばい、バカバカ。ちょっと待って。いらない、いらない、いらない。勝ち確だと思ってた。もうすぐそういうことするからな、俺。本当に。いや、しかも、しっかりいいインドラを刺してくるんやんけ。やばい、これ。やばい、トレン使った。まあ、一回置いてくる。ふぅ、まあ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 、エンターテイナーみたいなね。ポジティブ、ポジティブ。よしよしよし。いや、本当にやばい。笑えねえ。なんか来そうよな、インドラとか。ヤナアメ5でしたね、そういえば相手。まあこれは、さすがに、トルネで全部さよなら。あ、オッケーオッケーオッケー。よしよし。いや、これだともう止まんないっすね。ドンマイドンマイドンマイ、オッケー、いいね。危ねえ。いや、さすがに、神相性っすよ。神相性で、ちょっと一本追いつかれてな、焦ったな。まあ来た。しかも6-7ですね。よし、正解、5位と2つ。これも一桁のここに入ってないのちょっと嫌っすね。いや、でもあと2勝だ。待って、いけるいける。今日マジでいける。今日マジでいける。神相性来い。昨日ね、何に負けたかな。遅延テスラクロス。アイスイズロケットのクロスに、今まで僕多分負けたことなかったんですよ。けど、負けて、その人が世界一行ったんですよね。その後。そう。
に負けた後はね、チエンスケラか。そう、チエンスケラにも負けて、チエンスケラもなんか意外と勝率悪いんですよね、なんか。そう、僕の削りがやっぱ限られてるので、最後の方になんかじわじわ追いつかれてっていうのがよくあるかな。まあ、ペッカとかでもなんか意外と負けたな。まあ、何にでも負けるけど何にでも勝てる、その辺も全然。っていうようなデッキですね。いや、マジで超古いからクソ楽しいな。最近、この僕トルネ型てか、まあ環境的にトルネ型が流行ってるんですけど、ヤナーメ型のマジアチオールブレイカー、一時僕がすごいハマってたやつなんですけど、スケコウモリ、バルキリー、ヤナーメ、ディガー、オールブレイカーマジアチャみたいなヤナーメ型のやつですね。もうなんかちょっと復活してきてるんで、そのね、マジアチャのトルネ型ではない方のね、オールブレイカーとかもまたね、ちょっと動画出したらねいいかなとかも思ってます。とりあえずマジアチャオールブレイカーが好きなんですよね、僕。みんなにもね、ちょっと使ってほしいですね。うわ、来た、やっとマッチングした。来た、よろしく。何使ってんだろうな。枯渇系当たると嬉しいなと思ってたらウォールブレイカーでしたね。うわー、ミラー対決くせえな。まあ、コウモリいるかどうかかな、相手に。いや、いなさそう。多分ミラー対決ですね。あ、待って、ミラー対決なら後ろにディガしちゃいけない。トレネキングキドされる。あ、違う、ハンターだ。ハンター型か。じゃあ相性悪くない。ハンター型ならいい。よしよしよし。いや、ハンター型ならいいな。でも、ファイボーですね、あと相手は。いい、ウッド。で、これに、まあ、ボムかファイボーだと思うんけどな。いや、ムートか。いや、これ、親衛隊か。親衛隊じゃないかって結構でかいですね、僕からしたら。親衛隊だったら結構きついんですよ。マジで。あ、でもナイト出たっけ？いや、覚えてね。覚えてね。なんだよね。覚えてけ、俺。ナイトかどうかでも。あ、これ、キング起動でよかったな。ミスったな。いやー、これ、端前マジで多分、狙われてると思うから、狙われてねえのか。いや、行けばよかった！全然警戒してねえやけ。もう、ちょっと、ボム置いて、ちょ、ファイボタ当たっちゃうの嫌だな。まあまあ。ないと。で、ムート警戒ぐらいかな、あとは。よしよしよし。ムート壊してもいいけどな。いや、この瞬間ちょっと逆行って、これ止めるのむずくね？普通に。ファイボか？でもマジアちゃんも入る。よしよしよし。いいね。ナイト？もう一発？うん。いやー、これ、入れたらダメっすね。受けた方がいいっすね。よしよしよし。いやー、いいね。いやー、親衛隊ムートか。これ、個人的に苦手。前、いつかな？動画出したやつで初めて買ったぐらいな記憶があるけど、それ以外勝ったことないんですよねと思いながらも、まあ、勝つんですけどね、今回僕は。多分行っていいんですよね。行くだけで相手結構防衛がむずい。よしよし、入る。いいね。ちょ、ボム行って楽しちゃいます。楽しつつ、あと逆サイのディガーかな。ディガーのダメージ抑えてえな。ちょっとあの、やばい、変な攻めしてる。変な攻めしてる、俺。バカ、あさとは。いや、言うて？これで、OKOK、ファイブを使わした。あさとはいい攻めだった、俺。で、ディガーは、まあなんか適当に拾うでしょ。なんなら、あ、に、いないとみんなある。で、なんか始まり来たの、トルネで無理やり。あ、待って、死んだ？バカ？やばい、これちょっとやばい。ちょっとやばい、ちょっとやばい。冗談だけどやばい気がする。ちょっと蓋して延命しちゃおう。いや、いいね。いや、あそこで延命でいけ。ちょっとやばいか。耐える。いや、耐えてる。これは美味しい。さあ、いや、ウォールブレーカー飛ばして、ウッドで耐えよう。ウッドで耐えよう。マジアチャウェブ。いや、あれ、まあ、ディガーで削っていこうか。やばい。変なナイトした。いや、待って。あー、リンリータダメっすね。死ねてきそう。耐えて。死ねてくる。耐えればいい。耐えて。いや、いい防衛ディガ。ファイボ？
や、いい、これはトルネだけで耐えれるのか。 OK。 いや、いい、600でしょ。いやー、ちょっと静かになる。俺は攻めます。耐えて、うん、いや、筋起動してるから耐えれるはず。耐えろ耐えろ、裏に行かれる。耐えろ耐えろ。来た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 。こりゃ我の勝ちなのではないでしょうか。うっとけんない。耐えろ。来た来た来た。オッケー。よし、危ねえ危ねえ。いや、でけえ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 。しかも19はちょっと少ないかな。まあ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 、いや悪くないですね。いや、いけるんじゃない。19はでかい方だった。次、あ、来た、17でいける、17でいける。いや、19神、マジで勝ってる。来た、今世界3位。よし、いきます。来い神相性。まあ、何が辛いかって、このマッチング時間、多分動画だとカットしてると思うんですけど、マッチング時間がもう長すぎて、クララはマッチング時間が一番しんどい説マジであるんですよね。そう、結局人いるなら結構トラ離れててもいいから、すぐ当たってくんねえかなって思いながらね、やってます。いや、17、あと17か。17だと同点。18以上か。18くれ、お願いお願い。これで17が一番ハゲる。本当にやだ。でけえな、今の。今のでけえな。途中ちょっとね、なんか、ちょっとムードというか、雰囲気が、あれ？ちょっと怪しくねっていうシーンもあったんですけど、いや、防衛ディガーで地味に相手のディガー拾ったり耐えれてたのでかかったっすね。なんか、ファイボータルババの相手、ファイボーウッドの相手だと、僕の槍ゴブリンが相手のウッドで処理されちゃうんですけど、ファイボータルババとか、まあなんか、槍ゴブリン、奥底の槍ゴブリン対応できないデッキは、結構槍ゴブ延命が鍵になってきますね。ディガー槍ゴブとか、あ、槍ゴブをディガーで延命したりとか、まあナイト槍ゴブの形作るとか、結構ね、槍ゴブがね、思ってる以上に強いんですよね。そう、あの槍ゴブリンを延命してあげるかしてあげないかだけで世界変わってきますね。槍ゴブ命。来た。さあ、勝てば世界一。よろしく。いや、足んねえか。待って。うわ、アーチャーやばいって。待って。また待って。いや、クロスだったらマジでやだ。本当にやばい。クロスだけは勘弁して。この冷たい手の中、クロスに勝つのは難易度鬼。いや、ハゲるってマジでやばい。やばすぎえ。クロスの顔してる、完全に。完全に僕クロスですよって顔してんな。いや、もう気合で勝つしかないっすよね。結局。クロロワでトロ上げる方法は、世界一簡単で、相性悪い相手を倒すこと。相性いい相手に勝つのは当たり前で。いやー、テスラやだな。ふぅ。まあ僕がディガー飛ばしたタイミングとかで基本的にはクロスを立てられると思いますね。これさすがに守れるよな。オッケー。いや、しかもこれ一つマジで嫌なのが、勝っても届かない説がね、香ってんだよな。まあ、勝っても届かないくても何でもいいから一旦勝たなきゃ世界変わんないよねっていう。勝てばバグでね、ただ17以上もらえるかもしれない。いや、もらえねえけど、勝たなきゃ話進まないですからね。まあ、これファイボでしょ。ファイボ打たれるなら出さなきゃよかったな。ミスったな。あのテスラマジ世界一嫌なんですよね。マジ。防衛テスラバカ強くないですか。なんかすげえ。
やり5分ぐらいで、あのクロスちょっかい出しとこう。うわ、すげえ。あ、待って、これやばい。壊される。え、待って、俺ヘタボムした。うわ、待って、まあ、冗談抜けてやばい。笑えない。やばい、冗談抜きで笑えない。ヘタボムした。マシ打ち抜いてねえし。いやでも意外といけそうだな。リガーで思ってるより削れてる気がする。壊れろ。いやテスラ強いんだよな。あ、マシ打ち抜きたいな。あれに2か5ぐらい欲しいよな。5ぐらい。壊しとこう。いやめっちゃ拾ってくんな。いやでも意外といい。俺も相手ファイブ削りしにくいしな。いやテスラ邪魔だなあれ。やべ、待って、ミスった。今あれを射抜こうとしたの俺。いやプレイが終わってる。俺のプレイが終わってる。なんで、なんだよね。マジマジマジ、これ絶対勝てる、絶対勝てる。いや俺のプレイが終わってる。バカ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 、耐えろ。いやこれなんならありがてえ、このクロス。うん、おっと、うわマジかよ、最悪だ。待って、プレイ腐ってた。いやこれはマジで勝ち試合だったな。本当にいろいろミスってたわ。始まりユニットミスとか、あー勝てば世界1位で、なんでやねん。45って本当に最悪だ。あー、クソやー、終わったー。というわけで終わります。お疲れちゃんでした。またリベンジします。